全体全形トルコのイズミル湾にて2009年1月、撮影。イタリアのサボーナに気候中戦隊の垂直高は、約52メートルで10階建てビルに匹敵する。2006年撮影。コスタコンコルディアの座礁事故座礁して著しく、損傷した船底を晒すコスタコンコルディア。2012年1月14日、撮影。灯台のある不当に着眼した数多くの、 救命ボートと座礁して、船体を横たえるコスタコンコルディア2012年1月14日、撮影。座礁地点周辺地図北斐42度21分53秒、統計10度55分16秒、北斐42.36486度統計10.92124度、 42.364860.92124座礁までの深度右下から左上方向へ伸びる青色の実線が元船のたどった進路コスタ・コンコルディアはコスタ・クルーズが運航していたクルーズ客船である。地中海を航行中であった2012年1月13日、ティレニア海で座礁、転覆事故を起こした。コスタ・フォーチュナ級の全長を伸ばした。 拡大改良型で、カーニバルクルーズラインのコンクエスト級と、ほぼ同型となる、コンコルディア級の一番線として、2006年6月30日、イタリアのフィンカンティエリ社のセストリポネンテ工場で、竣工した。戦果は5億6500万ドル。同年7月7日に、チビカベッキアで行われた、命名式にて、ファッションモデルで女優のエヴァ・ハーツエゴバによって命名され、 同月9日より、地中海西部の航路に就航した。2012年1月13日、ティレニア海に浮かぶ地リオ島の浅瀬に乗り上げた元船は、座礁し、浸水、転覆して、多数の死傷者を出した。船体の撤去は、米タイタンサルベージとオンイミコペリの2社が担当。2013年9月17日には座礁、転覆した船体を引き起こす作業が行われた。その後、 両原に箱状のタンクを接合し、2014年7月22日にジェノバ港まで栄光され解体される予定。1990年代以降、次々と建造された大型クルーズ客船の中では、初の解体対象となるため、客船の解体作業としては、史上最大規模となる。2008年11月22日、イタリアはシチリア島の都市パレルモにある、 パレル向港でドック入りしていた元船は、スコールの中、突風に煽られて、ドックの側面にぶつかり、船首側面に穴が開くなどの損害を受けた。負傷者は出ていない。2012年1月13日午後8時ごろ、乗客、乗員約4230人を乗せた元船は、イタリア中部は、トスカーナ州の西に広がるティレニア海に浮かぶ、ジリオ島のジリオ、 港沖500メートル地点を航行していたところ、浅瀬に乗り上げて座礁し、著しく損傷した船底から浸水、やがて転覆した。17日時点で乗客10人、乗員1人の死亡が確認され、行方不明者は乗客25人、乗組員4人の計29人となっている。船内にはサムサラスパと呼ばれる客船に設置された中では、 最大の約2000平方メートルのウェルネスセンターやスライド式ガラス屋根を持つプールエリア2カ所などを備えている。ありがとうございます。